トルコシリア大地震は時間の経過とともに捜索活動が縮小される中17日も12歳の少年が260時間ぶりに新たに救出されましたトルコ南部のハタイでは17日の早朝にがれきの中から12歳の少年が260時間ぶりに引き上げられました また南部カフラマンマラシュでも2258時間ぶりに42歳の女性が救出され無事単価で運ばれましたここで救援金募集のお知らせです日本赤十字社では今回の地震被害の救援復興活動を支援するためご覧の講座で救援金を受け付けています通信欄に2023年トルコシリア地震救援金とお書きください ご支援どうぞよろしくお願いいたします。